はい、それではまず社名とお名前からお願いします。プレイデザインの梅野と申します。梅野さん、よろしくお願いします。そうしましたら、まずブランドのご紹介からお願いします。ですね、まあ、うちとこで扱っているプレイデザインで扱っているブランドはプレイというブランドでして、2001年から始まっている、今年このモデルで17年目のブランドです。で、まあ、今本当に日本のドメスティックってどんどん減っていってるんですけども、その中でもこう生き残って、今まだプロショップメインで頑張っているブランドなんで、まあ、応援していただけたらなと思います。はいはい、その中でもこれぞ一押しというものがあればご紹介いただけますか。もう弊社の商品に関してはもう本当に毎年変わらずの、まあ、今までのプロダクトの積み重ねなんで、まあ、本当モデルは変わらずで定番で、まあ、展開しているものなんですけども、まあ、こういった感じであります。シンプルなデザインなんですけど、まあ、長く着れる。で、まあ、カラー展開だけを毎年変えて、まあ、お客さんにこう買い足していってもらえるようなコーディネートを進めているブランドですね。まあ、こういったものであったり、まあ、こういう防水のコーチジャケットですね、こういったものも展開しております。ありがとうございます。そうしましたら、今回この場に来られなかった向けに一言メッセージいただければ。そうですね、まあ、日本にね、まだまだプロショップさんはあると思うんですけど、まあ、こんな厳しい時代なんですけども、まあ、もっと活気づいて頑張っていけるように、それによって助けできるようなブランドとしてちょっと頑張ってきてないと思ってますので、まあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではまず社名とお名前からお願いします。カモシカっていうブランドをやってる小島です。よろしくお願いします。小島さん、よろしくお願いします。そうしましたら、まずブランドからご説明いただけますか。5年目なんですけれども、まあ、ずっとライダーやってまして、その中で、まあ、京都、今京都をベースでやってるんですけど、まあ、その生活とスノーボードと、まあ、密接できるようなものづくりをしたいなと思って今初めて やってます、はい。いろいろアイテムあるんですけども、はい、その中でもこれぞ一押しというものあれば教えていただけますか。やっぱりウェアですね。ウェア、まあ、僕も子供がいるんで、なかなかその着替えたりとかもうすごい大変じゃないですか。スノーボードやっぱりウェア着て、ね、山に上がるの大変なんで、まあ、できるだけシンプルにウェア作って、そうですね、すぐに行けるようなスタイルを目指して作ってます。はい。ということは、町木からそのまま山にっていう、最終目標はもう町木のまま山に行けるようなことを目標に、まあ、掲げてはおります。はい。やはりでもその山で使うっていうことで仕様とかにこだわりはあるんですか。まあ、もちろん生地とかはもう全然雪山にいても問題ないものを使いつつ、そうですね、使いつつやっぱりその街に合わせられるような感じで作ってますね。はい、ありがとうございます。そうしましたら、今回このブースに来られなかった方向けに一言メッセージあればお願いします。またウェブサイト、まあ、自分のショップもあるんで、またカモシカって検索していただければすぐ出てくると思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。